どうもご苦労様です、定例の会見を行います。私の方から若干の点を発言したいと思います。まず一つは日米首脳会談についてであります。現地時間26日ですね、日米首脳会談が行われ、日米共同声明が発表されました。で、この首脳会談においてですね、安倍首相はトランプ米大統領の要求に屈して、これまではともかくも拒否してきた日米 FTA 交渉の開始に、事実上合意をしました。私はこれは極めて重大な合意だと思います。これまではともかく拒否してきた日米 FTA 交渉に事実上の合意を与えた。これはですね、日本の経済主権を身ぐるみ米国に献上しようというものであって、極めて重大だと考えます。それで日米共同声明を見ますと、日米物品貿易協定 TAG の交渉を開始するということが明記されました。そしてその後にですね、他の貿易投資の事項についても交渉を行うと明記されています。これセットで見ますとね、日米 FTA 交渉そのものなんですよ。すなわち日米二国間で包括的な貿易投資の交渉を行う、日米 FTA 交渉そのものが共同宣言の中に明記されているわけであります。で、安倍首相はですね、記者会見で、今回の合意は包括的な FTA とは全く異なるもので TAG なんだと、 FTA じゃないんだという弁明をしています。しかしですね、トランプ大統領の側はですね、我々は今日 FTA 交渉を開始で合意した、これは日本がこれまで拒否していたものだと言明しています。トランプ大統領の側もはっきり言明をしている。で、これどちらが真実を述べているかはですね、私はね、日米共同声明を読めば明らかだと思います。先ほど述べたように、この声明を読めば事実上の日米 FTA 交渉の開始の合意であることは、これはもう疑いようもありません。にもかかわらずですね、日本国民が欺くような態度を取っている。日本国民が欺いて日米 FTA 交渉にずずるっと入っていこうという安倍首相の態度というのは絶対に許されるものではない、ということを言っておきたいと思います。さらにですね、安倍首相は首脳会談において、交渉の継続中にアメリカが検討する自動車などの関税引き上げ措置は発動しないことを確認したことをですね、あたかも外交成果であるかのように述べておりますが、これは全く逆だと言わなければなりません。で、これはですね、結局日本が米国の要求に応じないで交渉が決裂した場合には、米国がですね、一方的な関税引き上げ措置を発動する、日本政府はそれを容認するという制約に他なりません。つまりですね、言葉を変えて言いますと、米国第一主義を振りかざすトランプ政権の理不尽な要求に屈するか、それとも一方的な関税引き上げを飲むかという悪魔の選択に追い込まれることになる。これは成果でも何でもない、とんでもない悪魔の選択を飲み込んだものだと言わなければなりません。さらにですね、日米共同声明には、日本としては農林水産品について過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの状況内容が最大限であることと明記されております。ちゃんと歯止めがあるんだという説明しておりますがね、で、これはね、よく読みますと日本側の立場が書かれただけの文章なんです。米国はそれを尊重するとしか書いてない、何の担保にもならない文章であります。これまで私たち繰り返ししてきたようにですね、日米二国間交渉に
引きずり込まれたことでですね、TPP で譲歩した線を、出発点にしてですね、農林水産物についてもさらなる際限のない譲歩が迫られることになることは、私は火を見るよりも明らかだと思います。まあ、全体として今述べたように、今回の日米首脳会談はですね、先の日露首脳会談に続く、恥ずべき屈辱外交だと強く批判したいと思います。で、日本の経済主権を身ぐるみ米国に売り渡すことになる日米二国間交渉は断固反対だと、やめるべきだということを強く求めたいと思います。それからもう一点、緊急の問題で述べたい問題があります。この間ですね、生活保護の受給者の方がですね、地震や豪雨で、被災した上ですね、生活保護費を打ち切られるという事例が相次ぎ問題になっております。義援金を収入と見なされたり、あるいは親族宅に避難したりしたことで、これ新たな収入があるとか、支援者がいるとなると判断して、生活保護費を打ち切られると、これ大問題だと思います。で、これは自治体の判断ということになっておりますがね、これはね、被災者で苦しむ方に追い打ちをかける冷酷なやり方であって、絶対やってはならないと思います。党として緊急にですね、他の野党の皆さんとも協力して、厚生労働省に働きかけて、こういうことは起きないように、厚労省としてもですね、きちんとした対応を取ることを強く求めていきたいと、これは別の問題でありますが、表明しておきたいと思います。私の方から以上です。あとはご質問があればいただきます。はい、毎週のメンバーです、はい、菅長官がですね、次の臨時国会によって入管法の改正を提出して、外国人労働者の受け入れを拡大する考えを示しているんですが、共産党としてそれについての、見解を示す形はあれば、今ですね、党内にもプロジェクトチームを作って、検討しているところです。はい、共同通信、はい、今その生活保護の話を委員長おっしゃいましたが、はい、ちょっと前提で申し訳ないんですが、そういった事例っていうのはいくつかあるんですか。これは報道でずっと、報道でも出されておりますけれども、これは特に九州での災害に遭われた方、熊本地震での被災者の方からもそういうことがあったで、あるいはですね、九州豪雨の方ですね、で被災された方からも、そういうことが、寄せられた等々ですね、もうたくさんの事例が、報道もされておりますし、私どもも、今受け取っているところです。何かありましたら。フジテレビフリーアナウンスです、はい、先日小長知事の前知事の選挙区に合わせて沖縄入りされましたけれども、はい、改めて沖縄県知事選について、どのように、この取り残りの自治体が取り組んでいくかというのかって考えていますか。大変な大激戦、大接戦になっていると思います。で、ただですね、オール沖縄の側はですね、22日の、ウマンチュ大集会に8000人が集まって、でデニーさんも辺野古に基地を作らせないという断固たる決意をおっしゃられた、
そして尾長美子さんも お出になってですね、初めは静かにしていようと思っていたんだけども、 あまりのなさりようだと。で、沖縄の民を押し潰すようなやり方を取っていると。ですからやむにやまれず出てきたということで訴えられました。ですから私この会見でね、今度の戦いの構図、これはもう安倍官邸対オール沖縄と、こういう戦いになっているというふうに思いましたけど、まさにね、安倍官邸がですね、まあ二階幹事長も行く、菅官房長官何度も行く、それから国会議員もぞろぞろ行く、新庄さんも行く、小池百合子さんも行く、そして創価学会公明党が大量動員する、もうね、まさにこの何て言いますか、中央権力がね、権力を振りかざして沖縄に襲いかかっているっていう状況がね、今あると思うんですよ。そういう状況を前にしてね、このやり方はあまりにひどいだろうと、いうこんなやり方は黙ってらんないという声がね、私は県民の中にずっと今広がっているのを感じます。で、尾長美子さんの集会での訴えはまさにそういう声を訴えられたものだと思うんですが、私も現地に入りましてそういう声を直接にもお聞きいたしました。ですからね、ぜひね、これは本当の激戦接戦になっていると思うんですがね、そういう官邸権力のね、強圧に負けない審判をね、ぜひ下していただきたいと、切に願っております。で、私たちとしては最後の最後まで、力を尽くしてね、全国のこう沖縄の皆さん、県民の皆さんへの結びつきを生かした、支援をサポートを、やっていきたいと思います。それから国政野党としてはですね、ああいう形で尾長さんの四十九日に際して尾長さんへの追悼も行う、そして尾長さんのお父さんの女性さんがのゆかりも大変あるコンパクの党でですね、沖縄戦の戦没者の方々の追悼も行う、そして尾長さんの意思を継いで選挙に勝つということをね、お互いに誓う会うということができたことはとても良かったと思います。で、国政野党としても足並み揃えて、オール沖縄をですね、サポートするということが今やられていることは大変大事で、それぞれの党がそういう立場で最後まで力を尽くしていきたいということは大事じゃないかと思っています。追加で今、はい、そのおっしゃったその官邸、安倍官邸対オール沖縄という戦いの構図になったわけですけれども、その結果が国政に与える影響についてはどのお考えでしょうか。安倍官邸が権力総動員してやってるわけですから、で、それを跳ねのけて、デニーさんが処理するということになれば、これは非常に大きな影響が国政にも出てくることは言うまでもありません。そしてやはりその場合は県民の審判、県民の民意がいろいろに示されたということになるでしょう。ぜひそういう結果を出したいと思ってます。はい、参院選の、来年の参院選の選挙協力について伺いたいんですけども、立憲民主党の枝野代表、あるいは国民民主党の玉木代表は、市民連合の仲介を模索するような発言がありました。先日小池書記局長が、やはり政党間は政党間で、基本的には選挙協力というのをやるべきだというのをお考えを示されましたけども、委員長は改めてどういうか。そういう考えですよ。ですから、これはね、もちろん市民連合の皆さんとも、いろんな協力をして、政策の問題についてもね、あるいは候補者の問題についてもいろんな協力話し合いをやっていきたいと思うんですが、やはりね、候補者の調整にせよ、政策の問題にせよね、政党と政党の間で責任を持ってね、話し合いをやると、それで初めてね、本気の共闘ってできるわけですよ。ですから私たちはそれをぜひね、強く呼びかけたいと思います。呼びかけてきましたけれども、ぜひそれを実現したいと思います。両党がそういうことを言っている中で、実現するために今後どういうことが必要かというのは、これはいろいろと努力します。いろんな努力します。それからね、何度も申し上げてきましたけどね、
まあ、市民と野党の共闘を始めて3年です。でいろんな難しい問題もあったけど、私は曲折もあったけど全体としては3年間前進していると思います。でこの前の国会でもね、国会共闘を大いに前進しましたし、今度は沖縄で野党揃ってデニーさんをしている。これ4年前はそんなことできなかったでしょ。ですから沖縄問題がね、初めて野党共闘の課題として座って、でみんなで揃ってね、沖縄の選挙を戦ってるっていうのはこれ初めてのことなんですね。ですからね、一個一個の戦いやる中でね、お互いもよく知り合うことになるし、信頼関係も深まることになるし、そして展望も開けてくることになると思ってます。ですから、まあ、一歩一歩目の前の課題を取り組みながら共闘の体制を作り上げていきたいと思ってます。はい、どうぞ。大部会の中央委員会総会に日程が決まりましたけども、うん、どういった話を進めていきたいかという現在の考え方を考えていますか。やはり統一地方選挙まで半年、それから参議院選挙まで9ヶ月ですか。ですからもう本当に待ったなしの選挙までの戦いが待ったなしになってますので、統一地方選挙、参議院選挙に向けた、政治的な方針、組織的な方針、その全面的に決めていく鍵になるのではないかと思っております。はい、どうぞ。はい、はい、安倍首相がですね、国連の発表書演説で北朝鮮の金正恩との対話に意欲を示したんですけども、それについては何か期待されることとか受け止められたんですか。私はもうかねてから日本政府としてもね、北朝鮮との本気の対話に取り組むべきだということを言ってまいりました。ですから日朝平壌宣言に基づいてね、日朝平壌宣言の精神に立って積極的な対応を求めたいと思います。で日朝平壌宣言の精神というのは、これは私に何度も繰り返し言ってますが、核ミサイル、拉致、過去の生産、つまり日朝間の諸懸案をですね、包括的に解決して国交正常化に進もうというものなんですね。包括的な解決というのは、まあ、いわば優先順位をつけないで全部テーブルの上に乗せて、で同時並行に解決して先に進もうという、これ外交の知恵なんですね。ですからこの日朝平壌宣言の精神に基づいて、取り組むことがこの日朝交渉をやっていく、あるいは日朝会談をやっていく成功の鍵だと思っております。ですからそういう立派なロードマップがあるわけですから、それに基づいてぜひ取り組んでほしいと思います。よろしいでしょうか。いいですか。どうも、はい。